クリシュフの戦いは、大北方戦争中の1702年7月19日、ポーランドリトアニア共和国のクリシュフ近くで起きた、戦闘。アウグスト2世率いるポーランドザク戦連合軍は、数で、スウェーデン軍に上回り、陣地も防御に有利にもかかわらず、カール12世率いる人数上では、半分以下のスウェーデン軍に敗北した。ザク戦ン貢献ポーランドを、 リトアニア大公アウグスト2世は1699年にデンマークノルウェー王フレデリク4世とロシアツァーリ国のピョートル1世と共にスウェーデン帝国への攻撃を計画した。しかし計画はスウェーデン軍がホムレベク上陸を観光、フレデリク4世がトラベンタール条約で脱落したことにより失敗した。同年スウェーデン王カール12世はナルバの戦いで ロシア軍を撃破した後、ドビナ川の戦いで、アウグスト2世の軍勢を、スウェーデン領リボニアから追い出し、ポーランドリトアニア共和国領内まで追撃した。1702年5月14日に無抵抗なワルシャワに入場した後、カール12世はさらに精神した。スウェーデン軍とザクセンポーランドリトアニアの連合軍は、キエルゼの南にあるクリシュフにおいて5マイルほど離れた場所で、 それぞれ軍営を設けた。両軍大きな森と沼が隔てており、スウェーデン軍が森の北側にいる一方、連合軍は北の狭い沼と西の二ヶ国の沼地で守られている。7月19日朝9時、カール12世は、行軍を開始して、森を抜け、11時に連合軍の北にある沼のさらに、北方に到着した。森を抜けたスウェーデン軍は、不評8千、騎兵4 大砲4門であり、大砲の大半はまだ森を抜けられずにいた。連合軍は、ザクセン軍が不評7500と、騎兵9000、ポーランド軍が、不評660と、六千6640、さらに大砲46門もあった。戦闘の前半戦闘の後半スウェーデン軍右翼の、指揮官は、カールグスタフレーンスケルドであり、中央部の第一列の指揮官は、 ベルンハルト・フォン・リーベンで、第2列の指揮官は、クヌーズ・ヨーランソン、ポッセ。左翼は指揮官が、シュレース・ビヒ・ホルシュタインコ・フレデリック四世で副官が、オット・ベイリンクだった。ザクセン軍は、左翼の指揮官が、アダム・ハインリヒ・ホン・シュタイナウ。中央部の指揮官が、ヨハン・マティアス・フォンデア・シューレンブルク。右翼の騎兵の指揮官が、ヤコブ・ハインリヒ・ホン・フレミングであり。 ポーランド機兵も右翼にあって、ヒエロニーム、アウグスティン・ルボミルスキが指揮した。カール12世の戦略は、ザクセンポーランド軍を包むような後軍で改装させることと、軍を再配置して、両翼を強化しようとしたことだった。スウェーデン軍は14時に攻撃を開始、ルボミルスキ率いるポーランド軍に突撃したが、突撃を率いた、フレデリク4世が早々に戦死したため前進が止まった。 ポーランド軍は反撃を2回試みたが、いずれもスウェーデン不評に撃退され、フレミング率いるザクセン軍が沼地の向こうから仕掛けた突撃も撃退された。続いて、ルボミルスキとフレミングが撤退したため、ザクセン軍の中央部と右側がさらけ出され、スウェーデン軍の攻撃にあって壊滅した。ルボミルスキは、スウェーデン騎兵の追撃を受けて、キーエまで撤退した。この時、 ザクセン軍の主イナウはレーンスケルド率いる、スウェーデン軍右翼と本軍を切り離すために、レーンスケルドに攻撃、スウェーデン軍の21個騎兵大隊で約2100人と、ザクセン軍の34個騎兵大隊で4250人以上の間で激しい戦闘が起こった。スウェーデン軍はザクセン軍の撃退に成功した。カール12世は16時半には、ザクセン軍の軍営まで前進して、 ザクセン軍を周りの沼地へと追い出した。彼はさらにザクセン軍の大砲を露覚して使用した。今やスウェーデン軍は二田川の橋を占拠してザクセン軍を包囲しようとした。ザクセン軍中央部のシューレンブルク将軍率いる騎兵はほとんど攻撃されておらず、シューレンブルクはすぐさまに激しく抵抗して橋を守ってザクセン軍の撤退を援護十七時には戦闘が終わった。 戦闘中、左翼の指揮官のシュレースビヒホルシュタイン公・フレデリク4世は、砲火を受けて戦死した。スウェーデン軍は戦死者が300人に上り、負傷者が800人であった。ザクセン軍とポーランド軍は2000人が、戦死1700人が捕虜になった。カール12世は戦闘に勝利したが、シューレンブルクの活躍により、ザクセン軍は全滅を免れた。 スウェーデン軍は、ザクセン軍の大砲、資金、軍機60本、アウグスト2世の軍用合理をべて奪い、7月31日にはクラックフに入場した。スウェーデン軍は、翌年も、ポーランドの支配を強化した。アウグスト2世はサンドミエシュへ撤退した。ありがとうございます。